南極って寒いしか知らないんですけど、本当に雪と氷しかない、もう寒いです例えばどんなものを食べてたとかあるんですか？食べてたのは、今日はアメリカとスイスですね、留学と研究されたので野呂さんにいろんなことを聞いていきます。野呂さんすいません、今日はお忙しい中ありがとうございます。じゃあ早速お聞きしていきたいんですけど、 まず自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、野呂和志と言います。今大阪府立環境農林水産総合研究所というところでポスドクをしています。大学は大阪府立大学というところで、学位を取りまして、そこの博士課程の時に、南極観測とあとアメリカ留学をしました。その後、大学にちょっと残った後、今のポスドクのポジションを得て、でその時に、スイスで共同研究する機会があったので2ヶ月ぐらいスイスに行ってました。なので合計すると南極に4ヶ月、アメリカに4ヶ月で、スイスに2ヶ月ということで、1年弱ぐらい海外にいたことがあるということで、今までのYouTube に出られた方を見ていると、アメリカとかに長くいらっしゃることが多かったので、こういう僕みたいに、つまみ食い的にいろんなところに行ってるっていうのも、一つの、参考になるかなと思ってお話しさせていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速、こう南極の話であったり研究の話でいろいろねお聞かせしていただきたいと思います。じゃあ早速ですけども、どのような研究をなされているのか、教えてください。はい、今の研究なんですけども、水環境の研究をしてまして、水の中にどんな有機汚染物質があるのかということで、それのデバイスを作るという仕事をしています。それが一つの大きな仕事で、その仕事の関係でスイスに行く機会も、でもう一つは、今流行りのマイクロプラスチックっていう、海洋で問題になっているものがあって、それにこう有機物質がくっついて、遠くに運ばれているっていうことが言われてて、それを例えば生物が食べちゃって、生物にも悪影響あるんじゃないかということが言われていて、で僕は環境化学って言って、環境中の化学反応とかに関する研究をしているので、僕はそのマイクロプラスチックにくっついた化学物質 が海の中とかでどういうふうに反応しているのかというようなことを研究しています。いや、わかりました。興味深い研究のご紹介ありがとうございます。じゃあ早速、結構僕のチャンネルって、論文の書き方とかをこう話すことがあるんですけど、研究論文を書くときに、野呂さんがこう一番気をつけていることですねっていうのを教えてください。それでこの YouTube を見させていただいたんですけど、かなりこうハイレベルな話を、ハイレベルな雑誌に出されているので、まず一番大事なことはリジェクトに落ち込まないということですね。僕はリジェクト回数は、なかなか多い方だと自分でも思っていて、そこで一回一回落ち込んでしまうと、やっぱりこうその後の論文が書きづらくなったり、書き出しが遅くなったり、あまりいいことがないので、誰かすげえ先生に見てもらったんだと思って、でも最終目標はその自分の成果を、世界に発信して、社会の役に立つために還元していくっていうことが最終目標なので、あくまでもその経過だと自分に言い聞かせて、リジェクトに恐れず頑張ってレベルの高い雑誌に投稿していくということを、一番気をつけているところです。で一応もう一つあって、これはテクニック的な話なんですけど、研究が始まった段階で論文を書き始めるっていうことが結構重要で、実験データ取った後に書き始めるとやっぱり遅くなっちゃうので、研究始まった段階でもイントロを書き始めたり、実験方法の欄とか書いてしまって、実験データが出るたびに結果の項を書き足していって、データが出揃った段階で論文も書き上がるというような形で研究を進めています。いや、ありがとうございます。テクニック的な、どのように論文を書いていくのかっていう、あと、メンタルの話ですね。結構やっぱり僕も落ちたことがいっぱいあるので、すごい落ちても大丈夫だよっていうのはすごいね、励みになると思います。じゃあ早速、研究の内容からちょっと留学にちょっと切り替えていきたいんですけども、なぜ、スイスと、アメリカですよね、に、研究留学されたのかっていうのを教えてください。まず、アメリカなんですけども、僕、大学のカリキュラムで、留学に行くっていうのが元が入ってるコースにいたんですね。なのでそのコースに行ったら全員どこかに行くということで、どこか探さなきゃいけないっていう時に、共同研究してた先生から、そこのアメリカのパデュー大学っていうところなんですけども、ご紹介いただいて、留学するという運びになりました。でもう一つのスイスの方なんですけども、スイスの方は今の水環境の研究をしている中で、それも共同研究している先生がたまたま
ドイツに留学されてた先生 でその関係でスイスともつながりがあって、まあ、スイスから自分のところの装置を誰か使ってほしいという話が来てるんだけど、うん、まあ、誰かいないっていうことで、で、まあ、僕がどうって話が来たので、まあ、その時研究水環境の研究を始めたばっかりだったんですけども、とりあえずスイスに行きたいという思いで、まあ、やりますと、ですぐに手を挙げて、でその場で話が決まったような感じです。こう、はい、南極にこう、まあ、なぜ行かれたのかっていうのこれ僕お聞きしても大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい、では、南極に行く話なんですけども、もともと大学3年生の時に研究室を、まあ、選ぶために、まあ、各研究室を巡るわけですよね。でそこで指導教官の先生からうちの研究室に来たら南極に行けるぞと言われて、でそれで研究室を選んだと。でもともとは研究室に入って M2 の時に行けるはずだったんですけど、南極観測自体が全部1年遅れになって、でドクターに行かないといけないけどどうするって言われて、じゃあドクター行きますみたいな感じでドクターに行って、で、まあ、そのままその先生について南極に行かせていただいたと。いや本当にこう、まあ、3つの場所、こうアメリカであったり、こう、まあ、ヨーロッパ の、 あのスイスであったりとか、こう南極だったり、どのように行ったのかって、そこに興味深いと思います。じゃあ早速ですけど、まあ、やっぱり良かったことっていうのをこう聞いていきたいんですけど、もちろんアメリカと、まあ、スイスとこう南極っていうところ、まあ、3つの場所があるので、なかなかこうギュッと簡単に言いにくいことはあると思うんですけど、まあ、ざっくり言うと良かったことっていうのをこうあの教えてください。はい、まずね、アメリカなんですけど、アメリカが、まあ、行った順番としては2番目になるんですけど、海外に行ったのはその時初めて でアメリカの、まあ、最初結構ビビってたんですね。パデュー大学って結構有名な大学ですし、で、まあ、その先生も有名な先生でやってけんのかなと思ったんですけど、意外とやってけるっていうか、その授業に参加したり、まあ、研究室のディスカッションに参加したりする中で、学生が、まあ、意外にそんなレベル高くないよねっていう質問したりとか、そんなに分かってないのにガンガン発言したりとかするのを見て、あ、自信満々に見えるけど、その勉強したことっていうのは、まあ、日本でやってきたも全然通用するなっていう感覚があって、あ、ビビらなくていいわと。でそれから例えば海外の論文を読むときとかも、まあ、そういう有名な大学の論文とかだともう間違いないんじゃないかというような目で見てたんですけど、いや、こいつらも全然こう頑張ってやってんだなっていうのが分かったので、無駄にビビらなくなったのが一番良かった、いい経験だったなというふうに。で次、南極なんですけど、まあ、南極は、まあ、とにかく行ってみたかったんで、行けて、もうただ行けてよかったと。もう本当に特殊な環境なので、その地球がすごいと、地球ってのは本当にすごい環境なんだってのが分かって、その時にやっぱ環境の研究やっていきたいっていうふうに自分の中で思ったので、まあ、自分の人生を決める上で非常に大きい経験だったと思います。で最後にスイスなんですけども、スイスはまあポスドクとしてある意味研究者として認められるようになってから行ったので、まあ、そういう意味でプレッシャーもあったんですけども、まあ、無事に研究もできて、でまあ、論文も今投稿中で、まあ、もうそろそろ受理されるかなという状態になってて、そのスイスの研究所も非常にレベルが高いところなんですけども、その先生とも一緒に議論したりとか論文書いたりとかっていう経験もできて、まあ、研究者としてなんとかなるんじゃないのか俺っていうふうに思えたので、まあ良かったと思ってます。例えばちょっとこれ聞きたいんですけど、はい、本当僕南極ってあの寒いしか知らないんですけど、どんなところかってなった時に、はい、どのようにあのご説明ってされるんですか？どんなとこ、本当に雪と氷しかないもう寒いですみたいな。例えばどんなものを食べてたとかあるんですか？食べてたのは、ソリで引っ張っていって、まあ、その内陸部ってちょっと基地から離れたところで生活してキャンプしてたので、冷凍食品ですよね、まあ、勝手に冷凍されるんで冷凍食品をまあ食べて、みんなでまあ、メンバーでみんなで調理して食べたりとかして、あと生活、僕みたいな学生はその電源のない小屋で寝るので、まあ、風はしのげるけど寒さはしのげなくて、まあ、マイナス10度ぐらいの部屋で生活してたので、まあ、朝起きるとまあジュースが凍ってるとか、まあまあまつげが凍った状態でまあ寝てるとか、まあ、そんな感じでしたね。
いや、すみません、本当にレベルの低い南極の質問にも答えてくださってありがとうございます。じゃあ早速、やっぱり良かったことももちろんそうなんですけど、例えば寒かったっていうのを含めてやっぱ大変だったことがあるっていうのが、留学とか海外の生活だと思うんですけれども、もちろんこう、3つの場所で全然違うと思うんですけど、大変だったことっていうのはぜひ教えてください。留学で大変だったことで、2つあって、2つともアメリカの話なんですけども、1つはやっぱ語学の面で、その先生はアメリカ人でネイティブで、その先生の言ってることが全然わからないっていう問題が発生して、3ヶ月いて最後の方はなんとなくいけたんですけど、最初の1ヶ月ぐらいは全然ダメで、その研究室に中国人とかの留学生がいたので、その子たちとは割とよくコミュニケーション取れたんですね。だから英語なのに通訳入ってもらうような形で、最初の1ヶ月ぐらいそれでしのいだと。でもう一つは、向こうで研究するにあたって、学生とか、ポストドクさんとか一人一人専門がすごく決まってるんです。だからあれとこれとこれやりたいってなると、一人ずつにお願いしないといけなくて、順番が決まってたりすると、こう最初に A さんにお願いして A さんの終わった B さんになるんですけど、 B さんがバケーションに入ってると、B さんの仕事終わんなくて C さんに頼めないみたいな。でそうしてると C さんも次バケーションに入っちゃうみたいなことがあってたらい回しっていうか、全然仕事が進まないようなことがあったので、アメリカだとそんな感じでやってるのかなとその時思いました。で日本だと割とみんなどれもできちゃうみたいなようやり方をしてる、うちの研究者はそうだったので、それの方が個人的には学生としては勉強になるなというふうに感じました。じゃあ最後にですけれども、留学とか研究したいって方っていうのがこのチャンネルを見てるんですけども、ぜひメッセージをよろしくお願いします。僕は短期間ですけどもいくつか行かせていただいて、本当に良かったなと思っていて、で留学っていうのは失敗しても別にいいと思うんですよね。学生の間に最悪行って1週間で無理だから帰るって言ってもいいと思うので、まず行ってみてそこの雰囲気を楽しんでいただければと思います。野呂さん、今日は本当にお忙しい中、本当にいろんな国での経験っていうのをシェアしてくださってありがとうございました。はじめまして。はじめまして。なんていうか、ちょっと待ってください。結構も噛むんですよ、実は。結構噛むんですよ。やっぱ旅行はいいっすよね。旅行はしたいんですよね。めちゃくちゃ。